こんにちは。福島放送アナウンサー品中寺です。今日はソールのケア、つまりこの靴の底のケアの紹介をしていこうと思います。主に革靴の場合だと2種類あります。ゴムのソールとレザーソール、革のソールですね。この2種類あります。ゴムのソールはもうそんなにケアは正直必要ないと思います。やっぱり一番体重がかかるところなので、そこに砂利とかがあると、そこからちょっとこうゴムが変形してしまったりとか崩れてしまったりしてしまうんで、砂利を取るぐらいでいいかなと思います。レザーソールですね。これは結構いろいろなケアが必要です。ソールのケアとともにやっていただきたいのはここ、コバ、靴のこの横に張り出している部分、これをちょっとまずケアしていきたいと思います。表面がこうザラザラしてしまうんですね。それを整えるために使うのが紙ヤスリです。千番台かな、ちょっとこう目の細かめの紙ヤスリを使っています。こういったこのコバのザラザラした部分、ちょっとあと色が薄くなってしまっている部分、まずこれを紙ヤスリで整えていきます。でゴムソールの場合も同様にやっていただいた方がいいと思います。そんなに頻繁にこのコバを削るっていうのはやらなくてもいいと思います。側面が荒れてきたなって思ったら、まあ、やった方が綺麗にはなるんですね。なんで靴のこう見た目を整えるという意味でもやっていただいた方がいいんじゃないかなと思います。ある程度このザラザラを抑えたら、ここでコバインキです。色が落ちてしまった部分に色をつけていきます。最近出ているのがこういったペンタイプのものなんですね。マジックみたいなものなので、これをそのままもうこうやって塗ることもできるんですね。まあ、正直こっちの方がやりやすいんですよ。インクが出すぎるってことがあまりないかなっていう。靴好きの人だと逆にそのわざわざコバインキとか買わないで、マジックで油性マジックペンですね、油性のマジックペンでやってしまうっていう人もいるんですよね。だからこれを、まあ、軽く拭いていきます。これで余分なちょっとインクというか落としてあげるというイメージですね。コバって意外とこうケアのしにくい部分ではあるんですけど、まあ、色が落ちてるとちょっとこうある程度年季が入ってきたなっていうふうに見えてしまうので、まあ、こうやっていただくだけでもだいぶこう靴の見た目が変わると思います。革なのである程度こう今もちょっとこれあれなんですけど、乾燥してしまったりとかちょっとこう、まあ、汚れがついてしまう、まずは普通に革靴用のクリーナーを使って、革用のクリーナーなのでこれで、汚れを落としていきます。この時に使うのは汚い雑巾でいいです。革なので染み込んでる場合があるので、正直そこまで綺麗にはならないです。ただまあ大きな目立つ汚れを落としてあげた方が長持ちはするんじゃないかなという感じですね。汚れを落としました。で使っていくのがこれ、ソールトニック、まあ、入っているのが油分と、まあ、樹脂も入ってるんですね。まあ、そういうところでこうちょっと栄養補給とこの皮の保護っていう役割があります。こういうふうに先っぽがスポンジになっていて、でここにこう当てていただくと見えますかね、こういう感じで、それで、まあ、皮の毛羽立ちが抑えられるので、ちょっとこう削りにくくなる、削れるスピードが速いと張り替える速度も速くなってしまうので、まあ、こういうものでしっかりケアをしてあげるとある程度長持ちするようにはなるんじゃないかなと思います。よし、こんな感じですね。もう一つ方法があります。結構靴好きがやってる方法がこのワックスですね。布で本当にこうやって塗り込んでいく、結構もう思いっきり取って思いっきり塗り込んでいくような感じ、まあ、乾燥して硬くなってしまうと割れやすくなったり削れやすくなってしまうので、そこにこうこの油の多いワックスを使って塗り込んでいくと、ある程度こうちょっと長持ちするようにはなるのかなっていう理にはかなってるんですよね。で人によってはここからこの塗り込んだ後に
ライザーで炙ったりして、ちょっとこうなんていうんですかね、余分なワックスってローが含まれてるので、ロー分をちょっとこう出してあげる。僕は、まあ、これにカロンをこういう風にやって、こうやってもうちょっとこう硬いものでこすってあげると毛羽立ちがまあ抑えられる感じですかね。どうでしょう。ちょっとこのソールをケアしてあげるとより靴も長持ちさせることができるので、ちょっと気合いの入っている革靴だと、まあ、レーザーソールを持っているという方も多いかもしれません。そういった靴を長持ちさせるためにこのケアをしてみてはいかがでしょうか。